28年前、1992年、平成4年2月、中国共産党を率いる中華人民共和国中国は、領海法を制定し、ここに尖閣諸島を自国領と明記しました。この年の4月、当時中国共産党総書記、江沢民氏が来日しました。さらには10月、天皇、現在の太上天皇昭仁陛下が訪中しました。これは1989年平成1年の天安門事件に対する西側制裁の緩和に政治利用されました。昨年12月、中国武漢に始まった新型コロナウイルス感染症、肺炎、疫病は世界的に爆発的感染拡大し続けています。この非常時でも中国共産党は尖閣諸島と周辺の島は中国固有の領土と繰り返し、中国共産党の公船海警は日本の領海を日常的に侵略侵犯を繰り返しています。中国共産党に従属な国賊安倍晋三内閣総理大臣は、安倍政権は中国共産党の尖閣諸島侵略を放置するどころか、尖閣諸島領海から我が国の漁船を排除しているありさまです。これではなりません。直ちに尖閣諸島に自衛隊を駐屯させましょう。もちろん武力衝突を覚悟してです。踏み込まれたらその倍踏み込む。さもないと中国共産党に日本は支配されてしまいます。